はいどうもお疲れ様です。舞姫大学特別講義でございます。今回ね、頑張らない働き方3つのポイントということで動画を送っていただきましたけども、その他にですね、ナミさんの方がね、まあ運命っていうテーマで動画の方いただいたんですよ。まあ、これ正確なタイトル忘れたんですけども、あ、これすごくいい内容だなと思ったんで、ここでシェアしたいと思います。まあというのがね、運命の作り方って習慣なんだよっていうことなんですよ。で、今日習慣にしていること、昨日まで習慣にしていたこと、これから習慣にすることの先に数年後の自分の命がある、運命があるんですよね。この1年間私が一番思いを込めてやったのが、まあ格闘技だったんですけども、やっぱね、格闘技をやってると格闘技の人脈ができて、格闘技の情報が入ってきて、格闘技への興味関心がやっぱ強くなるんですよね。 YouTube 一つ撮ってもログインすると格闘技系のがね、おすすめで出やすくなるんですよ。それは私が格闘技系の動画を撮って、格闘技に対する思いを語っている動画をアップロードするから余計かもしれませんけども、やっぱり私のトレーナーのね、格闘技の動画も見ますから、そこで関係性が出てくるっていうところもあると思います。またですね、街をドライブしていても、あ、こう格闘技のジムあんじゃんみたいな感じで目につくんですよね。で、自然と検索もしてしまったりとか、実際にその格闘技のジムのオーナーとかにメールを送ってみたりとかってなってくるんですよ。まあ、そうなると、私が辞めなければですけども、じゃあこのペースでいくと1年後2年後3年後、例えば3年経ったら私は格闘技経験3年目になってきて、当然体も違ってくると思いますし、食べるものとか飲むものとかも違ってくると思いますし、もしかしたらこれからね、体力系のちょっと仕事に行ってみようかなっていう風な興味関心も出てくるかもしれません。50代半ばにして、いや俺格闘技経験あるんでね、こういう仕事を任してくださいよみたいな感じで、いわゆるガテン系っていうのに採用されるかもしれないですよね。だからこれがだから運命なのかなと思いますよね。自分の人生を形作るものは習慣であり、その習慣が自分の命を運んでくれる、まさに運命なのかなと思うわけなんですけどもね。とってもいい動画をいただきまして、私もね、ちょっとこう賢くなったような気がします。ナミさん、ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ皆さん、どんな習慣を持っていますか？その習慣の向こうに将来のあなたの姿がありますよ。だからね、奥さんを大切にしていたら3年後5年後10年後もっといい仲になるんじゃないですか。でもね、奥さんとあんまりね、あ、そうそう、この前いい話聞いたんですよ。あのね、夫婦が別々で寝ると離婚率が高くなるらしいですね。だから同じ部屋で寝るって大事らしいですよね。スキンシップを図るとかね、まあそれはセックスレスがどうとかっていう単純なそういうことではなくて、まあもちろんね、やっぱこう定期的にそういった関係はあった方がいいと思いますけどもね、やっぱりこう自分を受け入れてもらってるとか、相手を受け入れるっていうのの繰り返し、コミュニケーションの究極ですからね。特に女性は、まあ男性もそうですけども、年齢を重ねるとね、肉体的に求められることが少なくなるんで、でも求められているっていうところに、アイデンティティが湧き起こるんではなかろうかと思いますね。はい、じゃあこの話はまた別の時にしましょうか。はい、まあ習慣が運命を作る、ということじゃないですかね。はい、じゃあお疲れ様です。